床田博樹は兵庫県天ヶ崎市出身のプロ野球選手。左投げ左打広島東洋カーアップ所属。小学校1年から兵庫県の園田南キットで野球を始め、中学時代は兵庫スターズに所属した。高校時代は大阪文野直の美濃学園高等学校に行って1年秋からベンチ入りし、2年春の大阪大会でベスト16入り、 二年夏予選からエースとしてチームを経引。三年夏の大会は二回戦、大阪演芸高校戦で13奪三振5安打、無支球完封勝利したが、三回戦で豊中高校に4対3サヨナラ負け。中部学院大学では入学当初は時速 130km 程度だった球速が時速 140km 台になり、二年秋に、 先発2番手の座をつかみ、同年の明治神宮野球大会では後に、横浜に入団する、駒沢大学の今永翔太と投げ合う。3年秋途中からは副首相を務め、大学公式戦で通算27勝。2016年10月20日、ドラフト会議で広島東洋カープから3位指名され、契約金6000万円、年俸700万円で入団する。 2017年の1年目から開幕ローテーション入りし、4月5日の対中日戦で、プロ入り初登板、初先発、7回途中3失点で勝敗つかず、2回目の先発となる4月12日の対巨人戦で7回、5失点プロ入り初勝利。しかし、本拠地デビューとなった4月19日の対横浜戦にて、左肘の違和感で4回で降板。 左肘内側筋筋座症により登録抹消。安静下両3週間との診断だったが、7月27日に、左肘関節内側側腹副人体再建手術と、尺骨神経剥離手術を受ける。11月8日に、現状維持の年俸700万円で、契約公開する。2018年は8月8日の二軍戦に登板し、実戦復帰。 2軍で8試合に登板し1勝1敗防御率2.25。11月12日に50万円減の年俸650万円で契約公開する。2019年は2年ぶりに開幕ローテーション入りを果たし、4月6日の阪神戦でプロ2勝目となる724日ぶりの白星を挙げた。4月13日の対横浜戦では9回4安打。 一失点の投球でプロ入り初の関東勝利を収めた。セリーグの監督推薦選手として、自身初のオールスターゲームに選出され、第2戦に登板し1回を無失点に抑えた。規定投球回数には到達しなかったものの、7勝を挙げた。2020年は、開幕から不調が続き、2軍落ちを経験。その後再昇格したが、シーズンでは5勝8敗と負け越した。 2021年は開幕ローテーション入りを果たしたものの、雨天コールドとなった6月3日の日本ハム戦にて3回、被安打8、5失点と打ち込まれ2軍落ちとなった。8月29日に1軍昇格し、同日の阪神戦で6回5安打10奪三振、無失点で2勝目を挙げると、9月21日の巨人戦では6安打9奪三振で、プロ初完封勝利を収めた。 9月は4試合に先発して、その1完封を含む3勝1敗、月間防御率0.93の成績を残し、自身初の月間 MVP に選出された。同月の月間 MVP は、打者部門は鈴木誠也が受賞しており、広島の選手が同時受賞するのは15年ぶりであった。最速時速 152km のストレートと、スライダー、ツーシーム、パームを投げる。 トコダと同級生で、寄付学生リーグで、対戦経験豊富な吉川直樹に、2016年、全日本大学野球選手権大会で優勝した、感想として、普段のリーグ戦で、トコダラの球を見ているので、全国のピッチャーの球が、特別すごいとは思わなかったですと言わしめた。スターダムに所属していた元女子、プロレスラーの正月夏美はいとこにあたる。ありがとうございます。